はい、どうもみなさんこんにちは、ラオ先生です。さあ、今回の動画は、中学校2年生10月の勉強法はい、というわけで、今回は中学校2年生に的を絞った10月の勉強法をお伝えしていこうと思います。10月って言ったら2学期制の学校はね、もう内申が出る季節です。そして、文化祭や合唱祭、あとは修学旅行が中2にある人はね、そういうところも含んでくるような、結構イベントも盛りだくさんのような10月になってくると思います。その中で自分の志望校、どういう風なルートで辿っていけば、10月勉強はうまくいくのかどうかっていうところをね、今回はお伝えできればという風にして思います。大きく細かい単元としては、4つお伝えしていきます。1つ目が10月に学校ではどういうことを習っていくのか、そしてそれと合わせて塾ではどういう進度でね、今勉強を進めているのかっていうところをお伝えしていきます。そして2つ目、今の達成度ごとにやるべき勉強というものがそれぞれの達成度ごとで違います。偏差値50を目指す子たちから偏差値70オーバーを目指していく子たちまでどういう勉強を10月していくのかというところをお伝えしていきます。そして3つ目、中学校2年生はいよいよ中学校3年生の架け橋となっていきます。もし受けた方がいいんですか？そこをね、ちょっと今回はお伝えできればと思います。最後、4つ目なんですけど、まだ塾に入ってない中にも結構いると思います。10月、塾に入るのはいいことかどうか。そこをね、最後お伝えできればと思うので、一緒に10月の勉強法を見ていきましょう。さあ、それではまず一番最初に、10月、学校で習っていく単元って、どんな単元を習っていくんだろうっていうところをご紹介していきます。それぞれの学校ごとでね、進度に違いはあるので、多少前後するんですけど、そこはご愛嬌でお願いします。さあ、じゃあ、10月学校ではどんなことを習っていくんですか？数学、英語、理科、社会に絞ってお伝えをしていきます。まず、数学に関しては、ちょうど今、1次関数の利用とか、1次関数のグラフっていう、1次関数という単元を総合的に勉強しているところかな。早い学校に関しては、角度だったり、図形の証明の基礎っていうところも入ってくる学校があると思います。そろそろ難しい単元にどんどん突入していく頃合いっていう風な感じですね。英語に関しては there is there are という、ちょっと違った主語と動詞の構文だったりとか、あとは助動詞 must とか have to、should とかいうところを習っていく学校がメインかな。早いところは to 不定詞動名詞だったり比較っていうところを進んでくる学校も一部はあると思います。理科と社会に関してはね、学校ごとで全然進み方違って、理科1と理科2で分かれている人は2分野を同時並行で進んでいるような感じだし、社会においても地理と歴史っていうところが分かれているところは同時並行で進んでいくような感じ。メインというと1分野目はもうすでに終了していて、2分野目と3分野目をメインで理科はやっているところかな。科学、物理、生物、ここを中心に勉強をしているところなんじゃないのかなと思います。一方で社会に関しては歴史と地理っていう2分野があるんだけど、歴史か地理どちらかはちょうど終わったねぐらいのところで新たな分野に突入していきますっていう風に切り替わるのが10月の時期という風なお話になってきます。なのでここで後ほどお伝えするんですけど、達成度ごとで今やるべきことの中の一つの中で今まで習ってきた内容がちょうど切り替わる時期になってくるので、今まで習ってきた内容はちゃんと押さえておかないとやばいよっていうところは一個お伝えしていければいいかなという風にして思います。それでは2つ目に実際に入っていこうと思います。今の達成度ごとで今この10月やるべき勉強はどんな勉強をやっていけばいいんですかというところについてお伝えをしていきます。これ大きく3つのフェーズに分けていきます。1つ目、偏差値50を目指す子たち。定期テストの点数にすると300点未満の子たちだね。今100点台や200点台でくすぶっている子たちです。続いて2つ目が偏差値60を目指す子たち。定期テストにすると400点未満の人たちです。そして最後3つ目は偏差値70オーバーを目指す人たち。定期テストも450点以上をどんどん狙っていこうという風な子たちに向けて解説をしていきます。まず一つ目、偏差値50を取りたいなという人たち。定期テストは300点をまず取っていきたいという子たちに関しては、予習は一切必要ありません。復習に特化をしてください。これは数学、英語、理科、社会、すべての教科においてです。これ実は中1の動画でもね、別の動画で中1のね、勉強法の動画もあるんですけど、そこでね、お話しした内容とほぼほぼ一緒です。何かというと、今回ここでもお話をするんですけど、結論、1学期に習った分野は、復習できてます。これできてないと思うんですよ。で、これ、はぁって思う人いると思うんですけど、じゃあ実際にね、今この場で、1学期のテストをもう一回解いてみて、ポンってもう一回定期テスト出された時に、何点取れると思いますかって話です。ここで、80点後半、ないしは90点台を絶対に取れますっていう子たちは、今偏差値50でやらなきゃいけない勉強っていうところは全部終わってるっていうお話。ただね、終わってない子たちがほとんどだと思うの。だから定期テストも多分今300点以下っていう風な感じだと思うんだよね。だから、まず最初のゴールとしては、300 300点を超えること、1教科あたり60点以上をコンスタントに取れるようにすること、そのために必要なのは、1分野に習った内容はしっかりと押さえておくこと、そして今習っている単元を正確に問題を解けるところまでちゃんと勉強を進めておくこと、これにつきます。なので、予習は必要ない。とにかく復習特化で進めていくっていう風なお話。この中でね、どういう風に復習特化で勉強をしていって、どういう風に勉強をしていけば60点乗るんですかっていう質問がね、結構来ると思うんですけど、これはもうただ一つ、学校のワークと新たな問題に触れていくというこの2つだけをやっていけば大丈夫です。そして、その中で分かっていないところが結構多いと思うので、そこをプラス1でもう1個教材をやっていくっていう方法がおすすめです。ちょっと詳しく説明しますね。まず、1学期で学校で習ってきた内容というのは、一通りワークでも解いてると思います。ただ、100% できるようになっていないという状態が今の状態だと思います。なので、とにかく今一番最初にすべきなのは、1学期に習ってきた内容、そして進んできた勉強をもう一周することです。これが一つ目にやること。続いて二つ目なんですけど、一周目、1学期でやってきて分からなかったものを、2周目で分かる。これはね、夢です。1周目で分かんなかったことを、2周目で一気にもう分かるようになったっていうのは、天才なんですよ。結局それはできないです、ほとんど。つまり、1学期でやってきた勉強法とは、違う勉強法、違う教材、違う基礎問題集を使って、もう一回1から詰め直していくっていうのが、結局点数が上がります。じゃあ、どういう風にしていけばいいんですか？用意すべきものは2つです。1つ目が、詳しく載っている分かりやすい解説書。2つ目が、薄くていいから基礎に特化した問題集です。で、この2つを買って、それぞれの教科ごとで勉強を進めてみてください。じゃあ、どういう風にして進めていけばいいんですかってお話なんですけど、良くも悪くも1回目は習ってると思うので、記憶の端々に断片的に知識は残ってると思います。その断片的にできてる知識を一個一個数珠のように繋げていくようなイメージです。なので、もう一回新しく自分にとって分かりやすい解説書を買った時に、もう一回その解説書を読んでみる。その読んだ瞬間にもう問題を解いてみる。その解く問題というのは学校のワークでも構いませんし、それとは別に一冊今用意しろって言った新しい基礎に特化した問題集でもいい。それを一周解いてみる。その時に分かんない問題が出てくるよね。その時にもう一回解説に戻る。この問題が言っていることはどういうことなのか、自分は何を理解しなきゃいけないのかっていうところをその解説書を通して理解をするっていうところの、それをとにかく繰り返しやっていくんです。それをやるだけでマジで300点は超えます。マジで余裕です。本当に頭でやってないから超えてない。やったら超えます。やったら超えるの。だから、それを一個一個着実にやるっていうのが一番成績は伸びてくる。だから、ちょっとある程度時間はかかるんだけど、1日1単元を目安に一個一個復習に特化してやってみてください。ただね、一方で復習に特化してるだけじゃ直後の定期テストは取れないです。だから、1日1単元復習をする。プラス1週間に1回週末でいいから、1週間学校でやってきた勉強をワークを解いて復習をする。これだけでいいです。これをしっかり平日は今までの復習、週末で1週間やってきた学校の復習、これを順番にやっていったら定期テストは軽く300点は超えてくると思います。なので、それをちょっと実践してみるようにしてください。続いて、偏差値60の子たち。定期テストにすると300点から400点ぐらいの間にいる子たちです。で、この子たちは得意教科に関しては80点超えてきます。でも苦手教科に関しては60点前後ですみたいな子たちだと思います。そろそろ中学校2年生も終わりに差し掛かってきます。これ何が一番言いたいのかっていうと、こっから難易度がガッと上がっていきます。数学と英語を中心に、理科と社会もどんどん新しい知識というのが舞い降りてきます。これを理解するためには、とにかく1学期の内容をしっかり理解してないと、一気に中2の後半はついていけないっていう生徒がめちゃくちゃ多くなります。マジだから。だから、そこをとにかくできるようにすることっていうのが君たちのゴール。じゃあ、そのためにどうすればいいですか？一つは予習、一つは復習です。一つ目の予習というのは、ある程度新たな分野だったとしても、一回その分野はどういうことかなっていうのを学校の教科書でもいい、あとはなんか新しい自分の中で分かりやすい解説書を買ってもいいので、そこを中心に読み進めてみてください。で、基礎問題だけでいいから問題を解けるようにしておく。学校で習う前に。だから、それがまず一番最初のファーストステップです。それができるようになったら、一定のレベルまでは上がるんですよ。60点までは取れるようになるんで。だから、能面の状態でも定期テストでは60点取れるようになる。ただ、一方で、今君たちが目指しているのはきっと全教科8割以上、そして9割っていう点数だと思います。そこの点数に乗ってくるためには、1学期の基礎、1学期で習ってきた内容を応用して2学期や3学期の内容を詰めていくので、1学期の復習が大事になります。ここはじゃあ何を勉強していけばいいのっていうと、解説書は必要ないです。とにかく問題です。1学期で習ってきた数学で言ったら、連立方程式、式の計算、一次関数、この分野アだよね。英語で言ったら、助動詞、過去形、過去進行形、あとは一部では to 不定詞、動名詞、ここら辺が入ってくると思います。今までに習ってきた単元を全て見返して、英語の構造だったり、数学の計算力だったり、そこの基礎を上げた状態で2学期新しい分野を習ってくると、そこで一気にポーンとプラン20ぐらいいきます。なので、そこで復習をしながら自分の脳みそを鍛えてみてください。ラスト、偏差値70以上を目指す子たち。定期テストにしたら450点オーバーを目指す子たちだね。この子たちに関しては、とにかく100点にこだわっていくことがこの2学期の一番大事なことです。どういうことかというと、80点までは正直塾の授業だったり、自分の勉強だったりでも上げられる癖がついている。自分が今目指すべきなのは100点なんです。ここです。とにかく、中学校2年生の3学期の成績、一番最後の成績は入試に直結します。そこで、この一番最初に直結する成績でどんだけベストな結果を出せるかっていうのが、君たちに今与えられた使命です。そこで、ちょっと悪い点数を取ると、偏差値70の壁は一気に高くなります。ただそこで42とか43とかを取っておくと、偏差値70の壁はすごく低くなっていきます。そのための勉強を君たちはこれからやってみてください。じゃあ何をすればいいのか。11月、12月、1月、2月に習う内容をとにかく一番最初に詰めること。これからの勉強、どういう風なことが待っているのかっていうところをとにかく詰めていくことが一番大事です。なぜならば、さっきも言ったように、中学校2年生の2学期、3学期はめちゃくちゃ難しくなるから。だから、そのために自分の知識をあらかじめ学校の授業の前にアップデートをしておくっていうのが一番大事な内容になっていきます。ただ、集団指導塾でトップクラスに行っている人たちは、もうすでにその知識っていうのはついてると思うので、もう70オーバーある程度取れてますよ。もっともっと上に行きたいですよっていう人たちは、実はもう中3の勉強を始めてます。なので、中学校3年生の内容を次第に詰めていく。それと同時に、中学校2年生の応用問題。これから待ってる証明問題や確率。英語で言ったら、比較だったり、受動体だったり、現在完了だったり。そのあたりをどんどん難しい問題を解いていって、中2の完成度を高めていくっていうところが一番大事なところになってくるので、それを問題を通して理解をしてみてください。続いて3点目。模試受けるべきかどうかって話なんですけど、中学校2年生で僕1回ね、夏の動画で言ったと思います。模試を受けとけ。で、夏の模試を受けられた人は、もう冬まで模試は受けなくていいです。ただ、10月の時点でまだ1回も模試を受けたことがありませんっていう人たち。この人たちは、冬の模試の前に1回模試を探して受けてください。基準は5000人以上受けてるかどうか。これが一つの基準です。なので、5000人以上受けるような模試というのを一つ挑戦してみる。学習塾とか、大手の集団指導塾とかはもうすでに月例テストだったりとか、月に2回、月に1回のテストっていうのを塾の中で実施してたりするので、塾に行ってない子たちもその塾の試験だけは受けることができます。なので、とことか遊びに行ってそれ受けてみてください。一緒に営業資料持って帰ってくるんで。で、営業資料なんかどうでもいいので、塾のそのテストの結果を見て、はぁーって悩んでください。もうとにかく模試は経験値の差です。なので、受けたら受けた分だけしっかりと入試に合わせた対策ができるっていう風なお話なので、今まで1回も受けたことがない人はこの時期に1回受けてみることをお勧めします。最後、4番。10月からまだ塾に行ってない人、塾に行くべきなのかって話なんですけど、これね、中1の動画でも言ったんですけど、9月と10月、これね、一番塾に入る人が少ない月なんです。もうね、これね、塾の業界全体としてそうなんです。これ、ラオ先生の塾だけじゃなくて、他の集団指導や個別指導塾も、9月から11月期は閑散期って呼ばれる時期で、もう本当に入会者数が少ない月なのね。なぜかっていうと、多分ね、みんなその必要性をあんまり感じない月だからだと思うんですよ。10月なんか特にだよね、イベント目白押しだし、勉強に関して圧をかけられる時ってあんまりないから、ピンチだとあんまり感じにくい。ただね、10月の中旬に内申が来るよね。前期の内申が。この内申票が出たら、まあ無料体験が多くなっていきます。今の時期に塾に入るっていうのは、正直、どっちでもいいです。これ言っていいのかな？大丈夫ね。そう。だからね、どっちでもいいです。自分がピンチだと感じたら塾に入ってください。今の時期に塾に入った方がいい子っていうのは2パターンです。1つ目、現時点での実力と自分の志望校に大きな乖離がある子。2つ目、基礎ができてない子。この2例に関しては、今10月時点で塾に入った方がいいと思いますけど、一方で、今ある程度自分の勉強できてるんだよね。定期テストも8割方納得いく点数が取れている。志望校に対しても、あともうちょっと頑張れば取れるんだよねっていう子たちは、ちょっとこのまま頑張ってみてください。塾に行かずに。だから、そこはこう自分の今のフェーズに合わせて決めたらいいと思いますけど、一方で、今の時期に無料体験来ると、多分ね、めちゃくちゃ手厚くしてくれます。本当に入会者数とか無料体験者数が少ないから、考えてみてほしいんだけど、無料体験ポチって押しました。で、塾の無料体験行きました。そしたら塾の先生としてどう思うかって話なんですけど、貴重な体験者なんですよ。何でも質問を答えてくれると思う。何でもわかんないとこ解決してくれると思う。それぐらい親身になりやすい月です。なので、不安点がね、大きければ大きいほど、今のの時期に無料体験に行くっていうのはすごくいい時期なので、ここは1個おすすめなのかなというふうにして思います。ただ、入る必要のない子は入る必要ないからね、今の時期はね。だからそこはピンチだと思ったら入ればいいし、ピンチじゃねえな、まだ大丈夫だなという人は無理に入る必要はないのかなというふうにして思います。はい。というわけで、今回の動画はこれで終わりになります。中学校2年生、一番大事なのは、好奇の内心を取りに行くこと。そのための布石を打つ月っていうのが10月になるので、今言ったね、達成度ごとにやっていく勉強っていうところを参考に、自分のね、今のフェーズに合わせて勉強を進めてくれると嬉しいなというふうにして思います。というわけで、今回はこれで終わりにしましょう。普段は日曜日の夕方の6時から8時にかけて、TikTok、YouTube で授業を実際に僕がやっています。数学、英語、理科を中心にやっているので、もしそれもね、気になったら見に来てくれると嬉しいなというふうにして思います。というわけで今回はこれでお会いしましょう。それでは、バイバイ。